建設業設計部とは、日本の建設業のうちゼネコン、施工会社に属する設計組織で、ゼネコン設計部とも呼ばれる。主な設計組織には、カ島シマ建設設計部、竹中工務店設計部、大林組設計本部、清水建設設計部、戸田建設設計統括部、大成建設設計本部などの各組織がある。 建設業設計部の設計業務は建設業法において行われる。諸外国では営利企業に雇われない独立した建築家が建築の設計を行うこととしている。他方、日本において現行の建築司法では、ゼネコンは設計組織という形式で一級建築士を社員として雇用し、建築士事務所として登録すれば、 建物の設計実務を可能にしている。建設業設計部は、1961年11月号から1962年5月号までに、雑誌、新建築に連載された、ルポルタージュ、設計組織を探るで、建築士野の村松定次郎によって、詳しく取り上げられる。村松は、その際に、明日を担う建築家として紹介し、 彼らこそ、明日の建築界のチャンピオンであるというタイトルの論考で発表する。これによって建築界では、論争が起こる。村松はさらに、設計、思考一貫を押すと主張し、建設会社の設計部が設計するだけでなく、同じ会社の工事部局が、建設試行を担当する設計と試行の一貫手段の方が、近代的で良いという見解を示している。 関連団体として、社団法人建築業協会が1975年から設計部会を設置。各社設計部門責任者を構成員に活動を展開している。日本では長らく建築設計は施向者である大工投領が自身の仕事の一部として行っていたが、清水満氏助天支配人の原林之助は、 一式受け負いこそ我が国の建設業の進むべき道と、学会で講演するほど、熱心に設計志向一貫体制を確立させようと、1886年に、立野金吾の推挙で当時作り科学会理事であった、高科大学卒業生の坂本副業を、工部監督として入社させる。その後方書は、技師長とされていて、技師長設計という建築設計が開始されている。 この職から、その後、製図上という組織に変化し、現在の設計部へと発展した。その後、中村達太郎を職卓に加え、渡辺譲るや佐藤光一、岡田慎一郎、奈美、甲幸を、西村孝二、近藤義美、清水釘吉、柴田拓二、小笹徳三、田辺純吉から八木健一、大田敏彦、桜井博堀越三郎、 横山虎夫、松田軍平、村松はじめやす、富本健吉らが次々と入社。佐野力まで副社長として迎え入れた。その後も、小林隆則、八田茂、川仁兄宏などが入社し、秋元和夫は在職中に日本建築学会建築会館の建築設計協議で当選するに至る。坪井義勝も技術顧問を務めた。 他出身者に、高村健一、大気圏、村松はじめやす、山中康弘、星名文則、石川正秀、伊藤正、下平万里夫、橋本博之、富山重敏、野原光、田中照夫、坂本勝也、茅ヶ崎広常、前川果範、飯塚拓夫、岩岡和夫、佐藤安孝、山本洋一、青山優、富岡茂、堀川千恵子、 藤じか、らがいる。1887年主に在海有力者に、軍部が働きかけて出資させて設立させた会社である、日本土木会社の場合は、後に、大倉土木から、体制建設へと発展するが、当初から大学卒工学士を23名採用。あの、辰野金吾も、職士を動かしたとされる。この会社は、国が発注する工事を、 設計込みでの請負いが当初から発注後一切の移任で行う予定であったが、会計法の制定によって思惑通りには、ことは運ばなかった。このため、二位の三高正は、会社会産後独立、低身省から、竹豊余一を迎え入れ、その後も、清水はじめや木塚光を、大熊義秀また土浦貴城や伊藤喜三郎、渡辺光一郎なども在籍し、 その後も、本間加平、高原博志づくり、鳥居菊助、田中豊佑、中浜西次郎、船越哲也、社谷正弘桜井翔吾、岩下秀夫、角倉らやきを、徳川の子、松崎翔樹、前田治虫、らが入社する。その他出身者に、彦坂松尾、新田正樹、新藤茂、石黒光一郎、瀬野和弘、浦野光夫、 平石由里恵、金子由里子、清水貞宏、石橋敏彦、青木恵美子、長井秀俊、幸子、森清俊、山口恵子、伊心、村口正幸、平松光一、吉田増美、加藤修子、市川光一、らがいる。戸田建設は創業者の戸田利平が、久野ぶを戦後相談役に招いているが、戸田淳之助から、戸田建設設計統括部には、 現在、成瀬せよをはじめ、現在個人事務所を主催するものでかつては、熊健吾、近藤康夫、中村明、大勝馬、川島源平井正幸、堀裕吉、など、また近藤一郎や日建設計の岩崎克也など、さらには、部署は別であるが、大西敏夫、生間正治、関進むよ、長沢正也、といった面々が在籍していた。 センチュリータワーなどを設計している、大林組設計部は、過去には、木村徳三郎や山本勝美、松井清太里、木越郎、白杉義明さん、谷口蓮次、田中田三郎、坂口敏夫、大井出光一、吉井長七、大林義夫などが出身者で、その他には、石井治、高宮信介、デッサ清浦厚志、小沢武夫、 山崎孝夫、土井正明、伊藤仁志、藤川俊介、豊川優子、笹野直之、井上久美、山中恵子高橋。譲る、竹下恵子山崎久男、田中陽明、山本正、羽賀敏夫、辻橋、清則、戸村直人、古川直弘、片岡則文、筑波幸一郎、今川忠夫、小関勝行 また、彫刻家の大塚直といった面々らが在籍していた。鹿島建設は、過去に、横浜勤や樋口清などや、また一時期古門で、吉田哲夫なども在籍していた。その後、天野太郎や吉原生、末松正隆、戦後は、新浦健、岡田新一、構造の針茂る、押野三国秀、総本純造、 時立つ人、鹿島正一、神谷龍、増沢仁志、龍秀夫、佐藤正美、中島隆史、折本正志佐野幸夫、足原信孝木村俊介、堀池秀と久野則光、岡寺隆子、岡寺昭義末金慎吾、野手雄二、平野明之、長野り瀬戸本厚志、小谷幸夫、堀内康久、 若松久夫、吉永栄子、和田敦子、国分高尾、鈴木博士、北茂、相原隆史、秋山隆史、木村俊介、遠藤義則、吉田治、後藤幸三柴原俊樹、東新洋、山田良荒木里美、若林秀和、新田正樹、斎藤俊一、河野義明、土井武史、らがいる米田浩二などが、 建築設計本部建築設計統括グループ、リーダーを務める。独自にプリンシパルアーキテクトを定めている、竹中工務店は、設計部局発足時から今日まで、非常に多くの人材を要してきて、竹中東右衛門、竹中アレン一などから、石本菊治、藤井八太郎、松下仁三郎、小林光造、小林利介、 友野道陵、小川忠志、藤井浩二、鷲尾郎、石川淳一郎、北村隆雄、沢良敏夫,夫、島本志郎、青柳佐田よ、岡野博士、鹿野忠正、永田雄三、沢良敏夫,夫、島本志郎、赤坂貴賢、足内博士、南波新平、菊武清くん、柳沢孝彦、出光博士、岩本博之、 村松栄一、柏木孝一、小沢孝二、徳岡正義、高橋塩彦、長島孝一、鈴木良二、所、正明、服部一か力、早川国彦、有馬広之、地主、道後、宮原照子、浜田国弘、渡辺明、米田明、吉田健介、永田雄三、北野俊二、 橋本治奥田実名雲洋介西村誠一郎中村和夫井口勝文三井富代岩田正吾田中健次武田美代子、加藤の徹斉藤敦水田実奈良紀子鶴巻等本田智恒水原治照井康穂村中敏夫高垣健次郎 小野俊明、森下治杉浦霊義藤田義勝、杉浦霊義小島良守、つゆ直美おみ、林広しゆき、杉浦博之高田隆一、浜田康夫、大田恵子勝木雄川島真由美の石踊り竹氏、金城豊水本光、江上明、矢島忠年、 らといった面メ々メを排出し、各自活躍している。ありがとうございます。